バテ対策。どうもんちゃ、篠原です。夏バテ対策ですね。で、ですね、夏バテしてると思います。今年暑いですね。2018年暑いと思うんですけど、この夏バテなんですが、僕実は運動部だったんですよ。だから正直夏バテもクソもなくて、夏は部活で疲れるものっていう認識があったんですよね。だから部活がないっていうだけで楽だったんですよ。ところがやっぱり運動部に属してない人はですね、やっぱりこの夏暑いと、しんどいというふうになって、なんか便がはかどらないっていうことがあるということで、今回夏バテ対策について話します。で、これまあ気をつけてほしいんですけど、まず水分ね。でこれ、ちょっと覚えておいてほしいんですけど、よくなんかコーラとかのガンガンに冷えたやつ飲みたくなるじゃないですか。夏カイジですよね。キンキンに冷えてやがるっていうやつを飲みたいじゃないですか。でそのキンキンに冷えてやがるっていうのは、飲んでる瞬間は美味しいんですけど、こっからあと体にとってあんまり良くないんですよ。なんでかっていうと、体温がこの水に持っていかれて下がっちゃうんですよね。だからよく筋トレしてる人とかモデルとかって、常温の水しか飲まないっていうじゃないですか。あれなんでかっていうと、常温の水を飲むことで体を冷やさない、ずっと暖かくしとくっていうことで、代謝を良くするだとか、いろいろその健康面美容面で効果があるからなんですよね。だから水は常温にしといた方がいいです。だから僕今ペットボトル、そのカメラの裏にあるんですけど、水は僕冷蔵庫に多分ここ多分1年ぐらいかな、多分入れてないと思う。1年半年ぐらい多分入れてないと思います。ずっと外に置いてます。で、気が向いた時に飲むっていう風にしてます。で一応目安は1日2リットルね。1日2リットル。だから一応僕はコンビニに朝行って朝飯買う時に一緒に2リットルの水を買うっていうのが今の僕の日課になってます。で1日2リットルの水を飲むということですね。いないと思いますけど、酒はダメね。酒で水分補給って、酒ってあれ水分逆に飛ぶんで、酒で水分補給はなしです。まあないと思うんですけど、社会人になった時覚えておいてください。で、その次、夜のクーラーなんですけど、これも体冷やしすぎたらダメなんで、まあ地球に優しい28度ってやつですね。28度ぐらいちょっとあったかめに設定をしておいた方がいいかなと思います。であと寝やすい格好なんですけど、これ、ちょっと今日僕失敗したんで書いたんですけど、朝製ですね。朝製とかのなんかそのなんだろう、通気性のいい服で寝てほしいなと。僕ちょっと間違ってヒートテックみたいなやつで寝ちゃったんですよ。だからすっごい眠り浅かったんですよね。だから夜1時に寝て、2時まで寝つけなかったんですよ。で5時に起きて、8時に起きて、でもう一回9時に起きて、やっと仕事しだしたとかだったんですよね、僕。だから寝やすい格好じゃないと本当にしんどいんで、寝起きが悪いし、寝つけないし、何度も覚めちゃう、目が覚めちゃうので、まあ、極力寝やすい格好にしましょう。であと軽い運動ですね。これなんですけど、これちょっとまあ注意が必要というか、まあ、ちょっと気をつけておいてほしくて、これどういう意味かっていうと、ちょっと軽めの運動をしておいて発汗しておいた方がいいよってことです。発汗ですね。発汗をしておいた方がいいぞということです。で、なぜかというと、人間ってやっぱり体を動かさないというのはもともと不自然なんですよ。だから例えばですけど、どうしても勉強に集中できないってなったら、布団に直行するんじゃなくて、ちょっと動いてみると、ちょっと動いてみて、ちょっと冷たいシャワーでもバッと浴びて、ちょっとあったかめのクーラーつけて、寝やすい格好で寝て翌日から頑張るっていう風にした方がいいかもしれないということです。でこれ発汗って言ったらあれですよ、その何だろう、もうゴリゴリの走り込みとかじゃないですよ。10キロ走れとかって話じゃなくて、ちょっとご近所周り4キロぐらい歩いてみるかとか、コンビニ行くとき1個遠いところに行くかとか、普段はなんかチャリで行くところを歩きで行ってみるかとか、そういうぐらいでいいんで、ちょっと発汗作用のある運動ですね、軽めの運動をしてみるといいと思います。これしすぎると逆にバテるんですけど、軽めの運動を逆にしてみるというのがいいかなと思います。はい、まあこの時期ね、特に受験生だと勉強漬けで、クーラーの効いたところでずっといるかもしれませんが、まあ、それが必ずしもいいっていうわけではないということです。
ね。だからちゃんと使い方っていうのを間違えてしまうと余計体力奪われる原因になってしまうので、そこだけ、注意してもらえたらいいかなと思います。ということで今回夏バテ対策について話しました。ぜひ一つ一つやってみてください。今回のこれで以上です。ご視聴ありがとうございました。